ビクトリア・クロフォードはアメリカのモデルであり、プロレスラー。フロリダ州タンパ出身。現在 WWE に所属しており、アリシア・フォックスの名で活動している。2006年に WWE とディベロップメント契約を交わし、オベの所属となる。2007年には FCW へと移り、トレーニングを続ける。 2008年の6月には当時スマックダウンの GM であったビッキー・ゲレロとその恋人であったエッジが結婚式を挙げることとなりその際のウェディングプランナー役としてスマックダウンに初登場する。その後、トリプル H によりエッジの浮気相手だと発覚する。7月のグレートアメリカンバッシュでのエッジとトリプル H の、w、WE 王座戦では 試合終盤に乱入しエッジの手助けをしようとしたが、同じく乱入してきたビッキーに襲撃される。このストーリー終了後再び、FCW へと戻ることとなる。その後10月18日の ECW で DJ、ガブリエルのマネージャーとして登場する。2009年1月には、ケイィリーバーチュル相手に、デビュー後初試合を行うが敗れる。4月の追加ドラフトにより、ECW から、 スマックダウンへ移籍する。移籍後は、ミシェル・マクールにつき従い、ヒールとなる。その後6月のトレードにより RAW 所属となる。RAW 移籍後も、ヒールとして活動する。9月には、ディーバズ王座の第一挑戦者となり、10月のヘルイーンは、セルで、ミッキー・ジェームスに挑むが、王座獲得とはならなかった。2010年の6月に行われた、 フェイタル4ウェイでのディーバーズ王座戦で勝利し、王座を獲得する。しかし8月のサマースラムでの同王座戦でメディーナに、敗れ王座陥落する。NXT シーズン3では、マキシンを指導するプロとして登場した。2011年4月末に行われた追加ドラフトで、スマックダウンに移籍した。2012年頃は活躍したが、その後徐々に出番を減らしていき、2013年からは、 ベビーだったりヒールとタッグを組んだりの活動を続けている。また NXT にも出場。2014年 NXT では他のヒールディーバから裏切られてしまうが5月にディーバ王者ページの構想相手として頭角を表す。気象が激しく敗戦後にも勝利後にも実況席で大暴れするキャラクターとなる。6月1日 PPV のペイバックにて王座戦で 破れたがその後も暴走を続けていき、10月には、ページと親友となり、アジリーとの抗争をアシストするも、PPV のヘルインアセルで敗戦したページに裏切られ、暴行された。2019年、10月に、ロースターのセクションから、対談選手のセクションに移動したため、対談したと思われる。なお、本人から明言はしていない。ノーザンライトスープレックス WWE。 w w e d バズ王座。z 一回オベオベ女子王座一回。ありがとうございます。